こんにちは。7月の6日です。今日の最低気温は14度、最高気温は21度の、そんなに暑くない日です。11時半頃は19度ぐらいかな。ちょっと寒かったので上にニットを着ました。ニット着てます。下にもニットのベアトップを着ています。で、下はロングスカート、でも足元はさすがに7月なのでサンダルを履いています。で、午前中はこんな感じで、もちょっと風が寒かったです。この辺に当たる風が、なのでちょっとハーフアップのダウンヘアで正解だったなって思います。で、今は午後の4時ですが、最高気温の21度あります。21度だとこれはちょっと歩いたりすると暑いかなと思いますが、今日はこれで良かったかなと思います。日差しがすごく強くなってきているので、こういうサングラスがあるとお外に出た時に眩しくなくていいかなと思います。暑かったら脱げばいいし。7月の20日です。今日はトゥールに来ております。パリの最低気温は19度、最高気温は31度です。今夜の7時ですが、ここは25度です。で、パリは今29度です。パリの方が暑いですね。昨日からパリの方は最高気温が30度を超えまして、結構日中外に出ると暑いっていう感じですね。今日はこの半袖の薄めのワンピース着ています。前が開くので風も通すし、とても涼しいです。こんな感じで今日はね、ちょうど良かったかな。で、パリだともっと暑いので、この袖がないノースリーブとかキャミソールの方がいいと思います。さすがに最高気温が30を超えると上着持ち歩かなくてもいいかなって思います。ただ長距離バスとか長距離の電車乗る方は冷房ちょっとだけ、日本ほどじゃないんですけど効いてるので、そういう場合は上着持ってた方がいいかなと思います。せっかくなので川を見ていってください。こんにちは。8月の2日です。7月の最後の方は結構暑くて、最高気温が30度35度あたりの日もありましたが、8月に入って少しまた最高気温が30度以下になりました。今日は最低気温18度、最高気温27度の日です。今は午後の9時ですが、23度あります。今日はですね、こんな感じ、シャツのワンピースと、はい、膝丈のシャツのワンピース、ハイソックス履いてます。で、その上にちょっとビスチェみたいなのを着てるんですが、お家を出た6時半あたりの時はこれでちょうどいい感じで結構暑かったんですけど、今は23度なのでちょっとね、肌寒いです。でも、日中お出かけする方は最高気温27度で結構暑いと思うので、このビスチェもちょっと暑く感じると思います。フランスは夏でも結構昼間と夜の寒暖差があるなって感じるので、やっぱり何か一枚持ったりとか、電車の中ちょっと羽織ったりとかした方がいいのかなと思います。日本はね、夜になってでも明け方でも結構日中と同じように暑いと思うんですけど、フランスは結構夜とか朝方は肌寒いかなって今のところ思っています。ちょっと日本っぽい鳥なので撮ってみました。おがりおがり、危ない。電車が来ます。
こんにちは、8月の3日です。今日の最低気温15度、最高気温は25度です。7月の真ん中ら辺くらいの気温と同じぐらいです。今日は髪ハーフアップにしています。そしてノースリーブのトップス、これワンピースなんですけど、あとはミニスカート履いてます。足元はまたロングソックス履いています。これでですね、ちょっと肌寒いかもしれないっていう感じです。今25度なんですけど、寒がりの人はね、上羽織るもの、薄いものでもいいので持っているといいかなと思います。午前中も出かけたんですけど、午前中も肌寒かったので、長袖の綿の素材のワンピース着てちょうどいい感じでした。なので今日はね、ノースリーブ半袖とかちょっと七分丈とかの方がいいのかなって思います。こんにちは、8月の10日です。オリンピックももうすぐ終わります。今日の最低気温は15度、最高気温28度です。今は午後の2時半ですが、27度あります。すごく暑いんですが、東京の暑さとは違って日陰は涼しいです。今日は、オリンピックのパブリックビューイングの観戦、バレーボールの決戦ということで、観戦向きの格好です。オリンピックの帽子にキャミソール、キャップ付きです。で、スカート、ジーンズ生地です。あと蚊がちょっといそうだなと思ったのと、日焼け防止に靴下履いてます。で、パラソルあったんですけど、ちょっと直射熱光嫌なので、まあ虫よけにもちょっと長袖のユニクロの UV カットの長袖のパーカーも持ってきまして、これを着ていました。あとね、サングラスもあった方が絶対にいいです。そうだね、日本と違ってジメジメした暑さはないので、日陰で長袖でも全然大丈夫です。あとは扇子があればすごく涼しいです。はい、そんなにまだベタベタした暑さはありませんが、もう本当にキャミソールで大丈夫。じゃあね、こんにちは、8月の12日です。今日の最低気温は21度、最高気温はなんと36度です。今は午後の3時半ですが、最高気温の36度あります。36度は今年初めてかな。今日はね、髪型可愛くしてみました。ただのツインテールだともう暑いので、触れてもそんなに暑くない感じで、三つ編み多めの髪型にしています。で、今日はこれから飛行機に乗るので2つ目すりです。で、キャミソールのワンピース着てます。もう薄々の薄い生地で、下もサンダルで、結構コンフォータブルな感じ。いつもと比べると空気がもわっとしていて、最近の暑さとは違う暑さを感じているんですが、やっぱりね、日本の暑さとは違って、でこうダラダラ汗をかく感じではないので、36度でも暑いけど、こう風感じると涼しいなっていう感じです。特に制汗剤とか、こう汗拭きシート、汗あんまりかきにくい人だったらいらないかなっていう感じです。でも汗かきやすい人は、日本から制汗剤とか、こう汗拭くハンカチとか汗拭きシートを持ってきた方がまあいいのかなとは思います。ちょっとね、袖がついてると今日は暑いです、さすがに。なのでお肌全開って感じのコーディネートです。こんにちは、8月の19日です。今日の最低気温は11度、最高気温23度です。今は午後の6時ですが、最高気温の23度あります。
この間暑くなったかな、夏来るかなと思ったんですが、今週はこんな感じで最低気温が11度とか13度、15度、最高気温が20度ちょっと超えるっていう感じの気温が続きます。日中以外はちょっと肌寒い感じの気候になります。いつ夏は来るんでしょうか。今日はですね、三つ編みにしました。 T シャツを着ています。そして長いジーンズ生地のスカート、それかスニーカーとソックスです。今は23度なのでこれで本当に心地よい感じですが、朝とかは10度台だったので、やっぱり何か1枚羽織るか長袖を1枚着るといいのかなと思います。朝の10時頃は16度とかでしたね、とても夏とは思えない気温でした。そんな感じです。今日はレイちゃんとお揃いです。お揃いです。おゆみさんの T シャツ着てます。こんにちは、8月の27日です。今日の最低気温は12度、最高気温は28度の日です。今は午後の7時半ですが、26度あります。今日の朝7時半から8時頃に外に出ていたのですが、その時は最低気温の12度でした。なのでこれでも寒かったので、これプラス1枚パーカーを着ていました。でも今はすごくこれで暑いです。半袖でいいと思います。今日は仕事だったので適当なんですが、長袖です。お腹出てます。今はこれで涼しいです。そして下は薄手の、パンツ履いてます。下はサンダルです。今は26度なので、これだとね、上半身は暑いです。なので午前中じゃなくてお昼過ぎとかに出かける人はもう半袖とかでいいと思います。朝もう出なきゃいけない人はやっぱパーカーとかちょっと脱ぎ着できるものを持っているといいと思います。